この動画では Android アプリ検査ツールセキュアコーディングチェッカーを使ったアプリの検査から修正を行うまでの操作を解説しています。早速大まかな流れを見ていきましょう。操作はたったの4ステップです。まずはステップ1の操作を見ていきましょう。ステップ1では Android Studio でハローワールドを表示するアプリを作成します。ニュープロジェクトから新規プロジェクトを作成します。テンプレートはエンプティーアクティビティを選択。ランゲージは Java を選択し、保存場所を指定。ハローワールドアプリを作成します。ビルドからリビルドプロジェクトを選択。ランでアプリを実行します。Android アプリが実行され、ハローワールドと表示されたら成功です。続いてステップ2の操作です。ステップ2ではセキュアコーディングチェッカーで作成したアプリを検査します。それでは操作を見ていきましょう。作成したアプリをセキュアコーディングチェッカーで検査します。APK ファイルを選択して検査を実行します。検査は自動で行われ、検査結果が表示されます。続いて、ステップ3の操作です。ステップ3では、セキュアコーディングチェッカーの検査結果から問題点を把握し、アプリを修正します。それでは操作を見ていきましょう。今回は、違反項目、ログキャットにログ出力する、その他注意すべき実装、の2つが指摘されました。これらの2つの違反項目について確認します。詳細説明とセキュアコーディングガイドへのリンクが表示され、問題のある箇所の説明や修正方法をすぐに参照することができます。1つ目がログキャットにログ出力する。指摘された違反項目を確認するためガイドの内容を確認します。2つ目がその他注意すべき実装。同様に指摘された違反項目を確認するためガイドの内容を確認します。それでは2つの違反項目を修正してみましょう。ファイルからプロジェクトストラクチャーを選択。ビルドバリアンツを選択し、ビルドタイプからリリースを選択します。ミニファイエネーブルを True に変更、プロガードファイルをプロガード Android テキストに変更します。ビルドからセレクトビルドバリアンツを選択。デバッグから
リリースに変更します。ビルドからリビルドプロジェクトを選択し、アプリの修正完了です。最後のステップ4の操作です。ステップ4ではアプリを再検査し、問題点が修正されたことを確認します。それでは操作を見ていきましょう。修正したアプリを再度検査しましょう。ガイドの内容をもとにアプリを修正した結果、今回は違反項目、ログキャットにログ出力する、その他注意すべき実装の2つが違反項目からなくなりました。これで作成したハローワールドアプリから違反項目がなくなりました。ぜひご自身で作成したアプリをセキュアコーディングチェッカーで検査してみてください。